皆さんこんにちは、ワンダレベル DC です。今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジシャア総帥編続きをプレイしていきたいと思います。前回までに各サイドの反連邦組織の支援に成功しています。この後はですね、最高フレームの開発、そこからサザビー、レウルーラと順々にロールアウトさせてスイートウォーターを占拠するという流れ作っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。はい、ではですね、サイド1、スイートウォーターに連邦軍が迫ってきているので、我々の行動がバレないように、まずはハマーンとキュベレーですね。そしてララーのキュベレー、これ両方ともキュベレーですね。マックス改造済みです。で、ヤクト動画にはシャアに乗ってもらってます。これもマックス改造済みです。まだね、ササビが出てませんので。キュベレーに関しては破壊されてしまうともったいないというのもあるし、ハマーンやララ、そしてね、キュベレーマーク2の方もマックス改造済みになってますけども、すでに改造済みという状況になってます。どこまで戦えるかというのがね、ありますけど、ララーとハマーンのレベルをしっかり上げていけば、まあ落とされることはないかなと思いますね。二人ともニュータイプであり、かつ、なんといっても、反応が高いので、被弾するっていう可能性がね、本当に低いっていうのが大きいですね。で、こちらはシャアのヤクト動画。このシャアのヤクト動画もマックス改造済みです。ジェガンの3スタック相手に全滅はちょっとできないのか。もうちょっと火力が出てくれるとシャアも使いやすくなりますよね。まあ、このままハマーンとララ、そしてシャア、複雑なこの三角関係、このトリオでスイートオーダー、敵を寄せ付けないように戦っていきたいと思います。シナンジュもちなみにマックス改造済みです。なのでこの後アルファージール今開発中なので、その開発が終わり次第ですね、アルパージールもマックス改造してしまいたいかなと思いますね。では、発言力に余力全くないんですが、最高フレームの開発を行います。はい、早速開発に取り掛からせます。最高フレーム完成してます。これでサザビーの開発もできるかな。資料は開発部に回しておきます。開発部からの報告をお待ちください。最高フレーム、サイコミの機能を内包した画期的な構造材であるサイコフレームを搭載することで、機体の反応速度は劇的に向上し、ファンネルの複雑な制御も可能となる。だが、サイコフレームの登場はそれ以上の影響を宇宙世紀の歴史に及ぼすこととなる。しかし、この時はまだ誰もその秘めた可能性に気づいてはいなかった。シャア専用サザビーの開発プラン来てるんですが、残念ながらちょっと発言力足りないので発言力貯めます。発言力貯まり次第サザビーの開発は、発言力を投入しておきましょう。レウルーラ来そうですね。我々の軍備も充実してきました。しかし連邦と渡り合うにはモビルスーツの運用に長けた新型艦を建造し、艦隊を再編しなくてはなりません。さあ、ライルから来たこのネオジオン軍再編計画、これでムサカ級とレウルーラが開発できるようになると思うので、これ早速ね、発動したいと思います。さらにサザビーも開発完了です。シャアはサザビーに乗り換えてもらいましょうか。報告します。連邦軍が我々の活動に気づき内定を始めた模様です。このままでは地球寒冷化作戦を察知されてしまいます。そうなる前に急ぎ撤去しなくてはなりません。そうか、よし、スイートウォーターへ艦を向けろ。これで拠点が暗礁注意からスイートウォーターに変更になります。帰る場所を失った人々が追いやられた難民コロニー、スイートウォーター。シャアはここをネオジオンの支配下に収め、難民を地球連邦の圧政から解放することでスペースノイドの指示と
連邦を攻撃する大義名分を手に入れようとしたのだ。スイートウォーターの解放をきっかけに、シャアは歴史の表舞台に舞い戻る。総帥、スイートウォーター住民の圧倒的多数が総帥を支持しております。この分ですと武力を行使する必要はなさそうですな。それは良い知らせだ。艦隊はこのままスイートウォーターへの進路を取る。報告します。スイートウォーターの占拠が完了しました。住民に抵抗する様子はありません。総帥、放送の用意が整いました。ネオジオン発足の宣言をお願いいたします。スイートウォーターの占拠に成功したシャアはネオジオンの発足を全世界へ向け宣言した。そしてそれまでの沈黙とは打って変わり、自らの目的について饒舌に語り始める。シャアはメディアを巧みに利用し、連邦政府への不満を募らせていたスペースノイドたちの心情を代弁することで彼らの支持を一身に集めていく。この発言の中でシャアは地上を直接攻撃する手段がネオジオンにあることを明かした。それは地球連邦政府に対する事実上の宣戦布告であった。はい、スイートウォーターの選挙完了。残念ながらここまでにですね、サザビーのマックス改造が済まなかったというのが唯一心残りではあるんですが、まあそれでもですね、作戦部より報告いたします。シナンジュ、クシャトリア、そしてキュベレーに関してはマックス改造済みなので、これらを使いつつシャアは中衛あたりでね、しっかり対応してもらえれば問題ないかなと思います。はい、直ちに作戦の立案に取り掛かります。報告。ではここから一気に開発を行って、ナイチンゲールの開発プランが来るところまで頑張っていきましょう。兵器の改良はですね、ギラ動画の指揮官機、これをマックス改造しておきます。この後ギラ動画の指揮官機には、まあ、数は多くないですけどね、パイロットに乗ってもらいたいというのがありますからね。で、量産機に関してはギラズールを量産機にします。総帥、地球連邦軍の高官から通信です。回線を回します。先の放送拝見しましたが、連邦軍としてはネオジオンの発足を承認するわけには参りませんな。そうですか。ではいたし、これでフィフスルナの落下作戦が発動できるのかな。どういう意味でしょうか。ラサの方々にはくれぐれもよろしくお伝えください。我々は独立のためにできることを実践するのみです。いいでしょう。和平会談の場を設けます。それでよろしいですな。結構。総帥、和平会談へ総帥が直接参加されれば、この和平会談の出席はノーを選択します。ロンベニオンにはいきません。ここから完全に史実とは違うルートに入っていきます。では総帥の代理として私以下長官たちで会談に臨みます。作戦部より報告します。地球寒冷化作戦、早速フィフスルナ落とし作戦発動しましょう。開発プランはナイチンゲール来ましたね。これマックス投入して一気に開発完了させましょう。そしたらシャアはナイチンゲールから、ササビーからナイチンゲールへと乗り換えてもらいたいと思います。ではフィフスルナ落とし作戦発動です。いよいよだ。地球寒冷化作戦を実行に移す。これより我が軍はフィフスルナ落とし作戦を実行する。本作戦は地球寒冷化の成否に関わる重要な作戦だ。諸君らの健闘に期待している。フィフスルナ、スペースコロニー建造で用いられたかつての資源採掘惑星である。シャアはフィフスルナを利用した恐るべき作戦を実行に移した。この打ち捨てられた小惑星を地球へ落とし、
地上の人々を粛清しようというのだ。その標的は地球連邦本部ラッサ連邦政府への裁きの鉄槌が今下されようとしている。フィフスルナの防衛です。一定ターンの間フィフスルナの核パルスエンジンを守るという内容ですね。フィフスルナにはすでにですね、実はマックス改造済みのシナンジュフルフロンタルを配備済みです。このフルフロンタルがいれば問題ないかなと思うんですが、加えてマックス改造済みのアルパジル、これにシャリアブルを乗せて待機させてありますので、これらの戦力をうまく使って対応しましょう。必要に応じてですね、ヤクト動画イリアのマックス改造済み、これも近くに待機させておきます。まあ、間違いなくこれで防衛完了できるかなと思いますね。ではちょっと今回あまりゲームの戦闘シーンはお届けできなかったかもしれないんですが、長くなりましたので一旦ここまでにさせていただきます。次回はフィフスルーナーの防衛作戦から始まり、アクシズの、攻防、こういうところもお届けしていけたらいいかなと思います。